巨人、ジ・エンド。巨人は21日、東京ドームで行われた DeNA とのクライマックスシリーズファイナルステージ第6戦に2対3で敗れ、2020年以来4年ぶりの日本シリーズ進出を逃した。阿部慎之助監督の執念采配も実らなかった。2対2と同点の8回、マウンドには菅野智之投手を送った。同時に捕手も小林誠二捕手に交代。チームを支え続けた菅小葉バッテリーに命運を託した。だが9回、牧にタイムリーヒットを浴びて1点を失い、そのまま敗戦。大黒柱がしのぎきれなかった。ペナントレースを1位で終え1勝アドバンテージがあったが、まさかの3連敗。王手をかけられ、敗水の陣となってから2連勝したが、最後は力尽きて日本シリーズ進出とはならなかった。試合後には阿部監督と DeNA 三浦大輔監督はがっちりと握手。健闘を称え合う姿に、東京ドームは拍手にくるまれていた。改めて今日の敗因は今日の。油断からか強行策併殺で流れが変わってしまった。伊勢に抑えられたな。ヘルナゴさんだし、中山バントさせてれば、お声で勝ち越しだった。最後ジャイアンツに勝ってほしかったです。しばらく野球のネタは見たくないです。レギュラーシーズン3位のチームが日本シリーズ進出か。なんだかな。どっちみちソフトバンクにボロ負けするでしょう。見逃し三振やら怖くて触れない奴らはいらない。ピッチャー陣はよくやった。最後はスタメン決めた阿部の負け。真剣さがあって良い試合でした。大リーグとの差を感じました。CS でほぼ初めて巨人な試合を見たんだが、これだけ近打のチームがリーグ優勝できたのはなぜ？ただ、打てなかった。5番ヘルナンデスは失敗だった。やはり5番は坂本だよ。浅野を出して欲しかった。横浜も広島の大失速がなければ4位だったのに。まさか日本シリーズに出るなんて。かわいそうすぎるぞジャイアンツ。巨人って6試合やってタイムリーヒットが岡本の1本だけじゃないのか。6試合目まで続いたのが不思議なくらいだった。この時期まで熱く野球を見せてくれた阿部ジャイアンツを感謝です。